モグラを追うヤガミたちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ねー。東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組の古株だ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは教令会の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。うん、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに教令会からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってねえ。教令会との報復合戦になるか。ああ、今のカムロ町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。ゆうべ、あいつんとこなら。もしもし。八神さん。え？ああ。
した顔してるな。もう何なんだよ。バカな。マジ？やるな。だよこれ。しゃあ。うわ。いや。しばらく寝とけっての。もしもし。
かかってこい。ったく、いい加減にしろよ。何？え？世の中のこその二文字の置き所、収まるもこそ乱れるもの。ありがとう。ありがとう。参ったな。八神さん。八神くん。なあ。いえ。ん？は？Thank you.
な。します。なんだ。お、はい。え？八神さん。八神さん。
八神さん。え？お願いします。八神くん。はい。いや。はい。はい。これが証拠だ。あの、うん、はあ、うん、ありがとうございました。ごめんなさい。
昨夜、うん、八神さんの知ってる人で。いやーと、あれ、いえ、昨夜、うん、八神さん、いや、いえ、ようや羽村の頭と揉めてんだ。頭からくれ。ああ、いや、そりゃいいんだがよ。ええ、もう昨夜、まず、はあ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。
八神、何しに来たんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前ん、あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあ、そのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。ぼさっと突っ立ってんな。昨夜から松金組は大変。ああ、俺もこれ吸い終わったら行く。何しに。事務所の万組のもんは全員招集。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からは。ナンバー2。教令会の若頭で塩谷サトシ、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは。じゃあ昨夜の。ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは。あ、わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。うう、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん、この服が。なんだって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え、栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。ほん、なるほど。お前ずいぶん良い。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした。じゃあ俺も。いや、お前より新谷法廷で弁護してたのは。ああ、片木が極道に狙われたら人。まあ俺が新谷の身内なら人。キムさん、よう優等生やろ。元気だったかい。まあ、誰だ。京浜同盟の葛西だ。この前は世話になった。なんでお前は。八神さん、相手。キムさん、静かにしやがら。お友達が大切なら、こいつ。くっそ。どうも。ん？お願いします。わかったよ。しなさい。あら、ごめんね。いえ。ねえ、
お、はい。はい。え？なあ。え？え？ごめんね。え？うるさいわね。なんだ、これは。